はい、お願いします。ですね、ジャトケンス将10棋ってい秒。うちょっと変わった将棋なんですけど、やってみたいと思います。5-5将棋とか3-3将棋とかいうのがありまして、これは6-6将棋ってことですね。どう指すべきなのか、初手はどういうふうに指すのが、一般的なのかっていうのは全く今のところ分かってませんけど、桂馬跳ねてきたので、なんとなく王様を睨10みつける秒。ため角を出てみましょうか。でもそうすると桂馬が使えないのか。で、これ何段目まで行くと慣れるんだろうね、これ。10秒。なので、ここを守ったわけですね。で、これ桂馬次にこう慣れるのかな、これ。なられちゃうとちょっとめんどくさいですよね。10秒。飛車をこうする？飛車を寄って20圧力をか秒。けるとか、3。こうするか。京都将棋はさ、 5×5 のマスだけど、なんか駒が1回10ごとに裏秒。返るっていう、そういうルールなんで、普通の将棋と比べると狭いにもかかわらず、なんか妙に奥深いとこありましたけど、このジャトケンス将棋はさ、 6×6 だから明らかにこの普通の将棋よりも奥は浅いですよね。奥は浅いけど、奥は浅いですよね。この角10は、秒。1、どうしよう。2、3。3、4、5、6、7、8、こうしよう。9。危ない。読み上げかなんか本格的なのが、なんか81道場の面白いところですよね。10秒。飛車と角だけだとそんなに簡単には攻め潰されないと思うんで、この辺の20金銀を秒。凝り1、か凝り2、型凝り3。形になってるうちに、こちらからこう手を作っていきたいところですけど、これ銀上がるとどうなんだろう。銀上がると桂馬が来ても同銀で大丈夫だよね。とりあえず銀上がる。10秒。銀上がるか。銀上がって、ちょっと浮き駒ができるんでちょっと怖いですけどね。10秒。20秒。1、2、3、4、5。守り固めましたね。で、これ以上ちょっと攻めるのは難しい。桂馬跳ねて終わるか。桂馬跳ねても金が上がって、金上がったら同銀同金。10い秒。やー、どうなんだろう。これ一回飛車寄る手もあるのかな。20秒。1、2、3、4、5、これでもう一回6。飛車を寄るっていう手があるかな。次の狙いは桂跳ねですね。桂跳ねを狙ってます。10秒。20秒。1、2、3、4、5、6、7、歩を突く8、のか9。な。金上がるんだ。これですっとこちらに行く手もあるかな。こっ10ちに銀を秒。上がっていく手もあるかな。同銀同銀、これ金を取るのはちょっとなんかあまり面白くない気もするんですよね。しかしこれで桂馬はちょっ20と使い秒。づらくなっ1、ちゃったから。2、3、4、い5、や、しかしこう6。しよう。同銀でここに重厚に金を打ってこう。でもそうすると今度この飛車がちょっとまた10使いにくくなり秒。ますからね。なんかほんと飛車が、とりあえず金を10打って、秒。また逃げるんでしょうね。角を引くんじゃないかと思うんですけど。10秒。
20秒。1、2、3、4、5、6、7。ああ、そんな手あんの。これは、しかしこれ角取って同飛車に10角で秒。桂馬が取れますね、これね。角の方取っていいんじゃないの。これはちょっと攻めがちょっと決まっちゃったんじゃないですかね。これ同飛車に王手飛車がちょっと痛いような気がしますね。10秒。そう考えると、初手、20相手の初秒。手、1、桂馬跳ねっていうのはどう2、なったんですかね、これ3、ね。4。で、これ取れちゃいますもんね。取って、これは飛車で移動合いなんでしょうかね。ですよね。でもまあ、これは角で追い打ちをかけるんですか？ 3-1 じゃないや。10秒。まあこうですかね。10秒。まあ金で、そっちから打つんだ。10秒。これ罪は角、飛車取って同金、飛車打ちで銀合いして、角切って同玉、20金打ちで秒。飛車取られて1、罪はないか。2、3、4、5、6、7、8。これ、ただ飛車角交換だけだとそんなに10面白くない秒。ですよね。同20金で、秒。1、2、3。10秒。ここに打って合駒した時に角切って一間竜20の形秒。を作1、るっていう手はあ2。るのかな？10まあこれは、秒。まあ銀を打つのでしょうか。20秒。10秒。さあここですよね。角を切っていくべきかどうか。同玉で飛車乗って、20まあ寄り秒。1、形、2、3、4、5、いや、ちょっと自信6。ないわ。一回引きましょう。これ角打ちとかあるのかな。角打10たれて飛車秒。寄って、でもそれはないか。それやっちゃうと、ここに手順に飛車がこの筋に効いちゃって、ちょっとそれは相手が苦しくなるのかな。20秒。1、2、もうこれそ3、んな簡単に勝てない4、ですね、これはね。5、6、7、8。そっか。でもこれはさ、飛車やばい。飛車が両取りでやばいって思ったんですけど、これは10角を切っ秒。ていけば、角を切って同玉に飛車成りで一応王手角取りになりますね。でもこれも読み筋って上でさっきの角引きを選択しなきゃいけないのが本来ではあるんですけど、まあでも、そっか、でももう一回角打ちがあるのか。10秒。こうやっ、飛車成って、まあ銀、まあ合駒とか、でも合駒は、銀20の移動秒。合いだと1、ちょっと弱いですか2、らね。3、まあ、なんとか、4。こうしましょう。多分、優勢ではあると思うんですけど、
10銀の秒。色合いだったら桂打ちで詰んじゃうか、なんか結構危ないで、あ、桂打ちはダメか、桂打ちはどうかわかんない 何言ってんの、あ、移動合いですか、これですね、角を取るともう一回また、10もう一秒。回飛車竜両取りがあるんですよね。放っておいてもここに角打たれると王手竜取りになっちゃうんですよね。20秒。1、2、3、4、5、わからない。6。あ、そっか。これ引くしかないです10ね。引い秒。て、その時に銀取ればいいのか。銀取ったと手がまた詰めろになってるから、それで受けがちょっと難しいかな。20秒。1、2、3、4、5。はい、というわけでね、勝ちましたね、なんとか。ありがとうございました。ありがとうございましたと。チャット打っておきましょう。まあ、ちょっとよくわからない。ああ、相手が出ていくと、なんかバタンというね、ドアの音がするんですよね。まあ、軽く振り返りましょうか。これ初手、どういう手が初手として一番ふさわしいのかちょっと分かんないですよね。だってさ、普通の将棋だって、将棋だと先手だと7六歩とかね、角道開けるか飛車先突くかっていうのがまあ一般的ですけど、それは理論的にそれがいい、なんていうか自分の中の理屈でそれがいいっていう結論が出てるっていうよりも、まあ、要するにまあね、初心者向けの将棋の本読んだらそれがいいんですよって書いてあるから、ああじゃあそういうもんなんだなと思って指してるみたいな。そういう一面って結構強いじゃないですか。確かに分かってしまえば7六歩角道開けるのは非常にこうね、作戦的にも優秀だっていうのは分かりますけど、でも自力でその手を思いつくっていうのとはちょっと違いますよね。でもこのジャトケン将棋の場合、そのどういう手が初手としていいのかっていうのがさ、自力で考えなきゃいけないっていうかね、ところがありますからね。例えばいきなり王手とかかけられますもんね、こうやってね。こうやって王手とかかけられますもんね。まあこれ検討用のあれなんですけど。それでまた角ぶつけたりとか、いきなり戦いが始まるんですかね。同角、同角、同、ん?同角。あれ、なんでこれ矢印とか出るの?これ。あれ?同角で、同桂とか。でもうすでにもう角打ち込んでさ。飛車寄ってなんかこういうとこになるとかさ、もうこういうもういきなり激しい展開とかありますよね。これどうするんですかね、こういうのね まあそんなわけでね、よくわからないんですけど、ちょっとアッチャート剣将棋やってみました。ありがとうございました。